会話禁止でお願いします。それ以外はテンプレなんで、はい、わからなかったら聞いてください。なければ始めます。了解です。はい。よろしくお願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、共振者です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。はい、村人陣営です。そうですね、じゃあ進行論言っていきましょうかね。じゃあ、人気曲ですので、そうだな、じゃあ占い師についての話とかしようかな。西洋、三四洋、まあ、それぞれあると思うんですけども、まあ、西洋の時は、人狼で見てるか、狂人で見てるかっていうのをしっかり、言っていってほしいなっていうの、結構重要な精査になってくると思います。で、三四洋になった場合、大体、ローで出てる場合はないと思うので、まあ、大体、狂ローだと思うんですよ。そういう場合は、どこを強、どこをローと見ているかっていうのを判断して、僕は結構強人、怪しいところ、釣られに来ている強人を釣ろうっていうのもありだと思うけど、僕、それするぐらいだったら黒を僕は落としに行きたいっていう気持ちの方が強いかな、僕は。うん、っていう感じかな。まあ、そんなもんですね、僕から言うことは。はい、3仕様の場合だけ気をつけましょうっていう感じですね。以上です。4番のプレイヤーが発言します。あ、なんだこれ。うわ、寒い。あ、聞こえました？多数行けば聞こえないよ。聞こえた、すみません。いいですけども、村人陣営です。必要なしです。ごめんなさい。5番のプレイヤーが発言します。はい、5番パチョです。お願いいたします。占い師をいたします。ランダム占い結果で6番三四郎ね。6番三四郎把握の方よろしくお願いいたしますってとこで。まあ、役職に関しては、霊能については、まあ、1周目出てきてほしいかなと思っています。まあ、1日目潜伏っていうのは、いや、俺やめてほしいと思ってるんで、うん、1日目には絶対出てきてほしいかなと思っているかな。うん、騎士については、グレーズリ番目の時には出てきてほしいかなと思っています。まあ、潜伏するんだったら、まあ、占い師に入らないようにしてほしいかなとは思っている感じかな。うん。まあそうですね、3番さん、4番さんについて触れていくと、まあ、3番さんについては、うん、なんか占い3周についてなんか触れてたっていう印象かな。うん、4番さんに関しては2周目、うん、発言とか伸びなければ、まあ、釣り地かなと思っているかな。うん、あと、まあ、3番さんについては、まあ、占い3仕様とか、占い師の精査っていうのが微妙だった場合、あなた釣り地になりますよ。うん、占い師の内訳なんかちゃんと精査しきれなかった場合はね、っていう感じかな。うん、な感じです。以上です。6番。のプレイヤーが発言します。あ、はいはいはい。まあ、そうですね。うん。まあ、なんか、
まあ SD1 の村人とるゲームじゃないのとかって言ってる人いるらしいけどね。今度はどうかわかんない。怪しい人だったらいいじゃん。うん。何か悪いの？うん。悪路つる？何言ってんの？うん。だから怪しい人釣ればいいじゃん。うん。こんなね、わけのわかんないこと言う人がいるらしいわ。おまけに女性は釣らないって。そいつに会ったら俺もうガツンと言いたいわ。何言ってんだろうと思って。ほんとそんな宇宙考察してね、こんなやつね、もうね、プレイヤーとしておかしいと思うからね。怪しいやつ釣ろう。うん。7番のプレイヤーが発言します。まず3番に関しては印象が良かったかな。理由は、いや、あのね、よくいるんですよ。本当に役。一周目から役すかしするクソ村がよくいるんですけど、3番さんっていうのは占い師にしか触れてないし、うん、ちゃんと占い師にしか触れられないっていうさ、その村のセオリーをちゃんと3番さん守ってるし、3番さんっていうのはすごく村りがあると思うし、印象は良かったですね。釣りたくはないかな。4番さんに関しては単純にやる気ねえなら帰れって思ったね。うん、4番さんは2周目でちゃんと発言してくれないんだったら、考察落としてくれないんだったら、釣り1、発言のないやつは村でも釣る。うん、役に立たないから。6番さんその1で進行論言ってんのそれ。うん、めちゃくちゃ印象悪いっすね。黒いとかじゃなくて普通に釣りたいって思ってしまったかな。やる気ないやつから釣りたい。8番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。占い師でした。ランダムで9番さん白でした。そうですね。まあ5番さんに関しては最高で、ロー、強、わかりませんけど、まあ、進化値取ろうとしている動きからロー目があんのかなと思っています。3番さんに関しては正直直感ですけれども強靭目があるなと思いましたね。3番のその、進行論で3しように対しての進行論があったんだけども、基本的に今日ローが出ているから、ロー目から釣りたいって言ってるんですけども、なんだろうね。なんて言うんだろう。説明ができないけど、正直興味があるかなと思った。うん。5番が3番に対して圧掛けしている点から、5、3ローローはないかなと思っているし、4番がローだった場合って占いで出てくると思っているから、4番のロー目も今、現状は否定されるかなと思っていますね。6、7に関しても枠なんて感じです。以上。9番のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。8番さん、白出しありがとうございます。まあ占い師さんが、5番8番さんということで、まあ把握しました。まあ、まあ自分からしたらまあ占い師さん、まあ今回今のところですね2浪ということで、まあ初っ端は自分的にはまあ占い師さんどちらか、まああとまあ1番さん2番さん出てきたら、まあ、3人の、まあ、人狼の中から、釣っていきたいのかなというのが自分の考えです。まあ、5番さん、8番さん、まあ、1周目聞いたところ、まあ、2人とも、まあ、どちらが色落ちしてるっていうのは特に感じれなかったので、まあ、1周目、あと1、2番さん聞いて、まあ、占い師をなければ、まあ、5番さん、8番さんの中から自分は、釣りたいと思います。以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。自分霊能者です。自分霊能者です。把握お願いします。まあ、今の盤面ですと、まあ、5が6に白、8が9に白という段階ですね。まあ、2番さんが何も出ないのか、もしかしたら何かしらで出てくるのかはわからないですけど、今の盤面だったらこの状態です。そうですね。自分が一角したときは、まあ、グレーから、これはちょっと言うのあれですけど、まあ、カリードさんは村リアルタイミングで出てきてくださいって感じですかね。まあ、そうですかね。難しいなぁ。まあ、どうなんでしょう。まあ、現状は、まあ、まだ盤面も固まってないので、何とも言えないんですけれども、まあ、皆さんが今日どこが怪しかったのかなっていうのを聞かせてくださいっていうのが、で、理由もちゃんと言ってねっていうのが私からのお願いです。そのぐらいですかね。自分は別にどこ釣りたいとかは今は言いません。以上です。2番のプレイヤーが発言します。いや、はい。
ああ、じゃあ、1が霊能一角の2、1番面ってことなんで、結構強い場面だと思ってね。1番さんは別に、票を合わせて投票見るっていうよりも、1番さん自身が思ったところを入れてくれてもいいかなって感じですかね。発言権最終場面なんで、1番強いんで、そこが結構ガッチリいけば強いんで。で、グレイチの4-7なんだけど、4番の方が釣りたいかなと思ってますね。現状。ただ、その7番に対しての村予想っていうのは、3番に対する印象良いっていう言い方と、4番に対する圧掛けですね。7番が3番に対しての評価っていうのは曖昧だと思ったんだけど、4番に対しても、そういう考察するんだったらもう釣っていいんじゃないって、あの時点で言えるっていうのは結構村感情だなって思ってるって感じですかね。はい。かつ、その7番の言ってる意見も通ったって感じかな。で、5-8に関してはまだわからないんで、まあ2周目聞いて考え。3番のプレイヤーが発言します。まず、裏電子データから触れて、あ、キシスラですか？これめっちゃ強い番目じゃないですか。キシスラ、了解しました。じゃあ、あ、対抗出てきた。あ、じゃあめっちゃ強い番面じゃん。じゃあ、これクロスで守りましょうよ。よくって。じゃあ、どうすればいいんだ？8番さんをずっと死なない状態すればいいのか、1番さんを死なない状態すればいいんだ。5の方が気質らしたということで結構新名はあるのかな？いや、わかんないな。どうなんだろう。じゃあ、1番さんまだ発言残ってるから1番さんの指示でいいんだけど、こういう場合ね、初心者ともいるから、交互に守ってずっとどちらか死なせない方向に行って、今日は騎士置いといてグレーチから行くっていう感じかな。で、グレーチ考察じゃしようかも。それ必要なくなったから。僕、8の方がちょっとね、印象悪いって言おうとしたんだけどね。僕をなんか強人っぽいってなんか結構雑だったからね。っていう感じかな。で、2番さんはその逆で、僕のそのね、それだったら黒釣りたい発言に対しての好印象っていう感じか。で、そうだな。今んとこ色落ちしてないのが2番さんだから、黒狙うなら、どうだろう、黒狙っていきたいからな、僕。4番さん喋ってないだけだから、4番さんそれで釣るっていうのはおかしいから、2、7どちらかで入れたいかなっていう感じ。2番さんに対しては僕の印象良かったから、必然的に7になっていくのかな。うん、難しい。黒狙っていきたいです。ちょっと混乱してます。以上です。4番のプレイヤーが発言します。はい、4番です。ちょっと環境の悪いところで一周目やらせていただいて、誠に申し訳ございませんでした。7番さんが帰ってきて、7番さんが4番、村でも釣るって言ってたのと、まあ、2番さんが4を釣るのが自然じゃないかっていうことを言ってたので、私目線7-2の欄にしてもらいたいですね。7-2の欄。7-4って言い間違えてしまいました。7-2の欄です。はい。まあ、そうですね。2番さんは実際最終発言だからね、私を狙ってくる感じもするけども、私実際村人陣営で、ただの素なんで釣らないでもらいたいなと思ってますね。1が0の、把握、8が9白ですね。把握です。はい。5番さん、6番さん、申し訳ない。もう一回発言聞かせてください。すいません。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いいたします。6番さんがアーマーとかじゃなければ、6番さん陣外確定なんだけど、まあ、クロス越えするんだったら8番さん、1番さん、そこら辺指示してほしいかなと思っています。うん。まあ、そうですね。うん。俺が初日に6に白打ったところから、7番っていうのは6釣りたいっていう発言があったから、うん、6、7、ローローっていうのは否定されるかなと思っているかな。うん。っていう点で、うん、6がローだった時の相方っていうのは、もう3番さんクロス越え提案してるところから、そこはちょっとなんか村寄りかなっていう感情があったと思ってるから、現状に関しては、まあ、2-4の欄でほらいいのかなと思っています。別に2番さん、発言単体から来る要素は拾えてなかったけど、うん。まあ、別に、そうだね。俺ワンチャン9番さん強人級世界線持ってかないといけないって思ってるけど、9番さん隠しろなんだけどね。うん。まあ、6が強靭でその部分やってるかどうかもわかんないけど。うん。うん、でもな、2番さんが陣外だった時って、そこってなんか霊能しようとかしとけばよかったんじゃないかなと思ったんだけど、2番面作って、うん。で、占い強靭が出てるっていう感じにしたか
にすればよかったんじゃないかな、2番さん陣外だった時って。だから2番さんのローメってなんかほぼキャンセルされるのかなって思ってるかな。うん。今日グレーから行くんだったら俺4番から行ってもいいかなと思った。6番のプレイヤーが発言します。うん、うん、72でしょ？もう自爆したらいいじゃん。5番がやらかしたんだから。高速カウンターしようね。もう前もって準備ができなければこのできない。すごいゲート。だから女性ファンが多い。まあね。女性が大好きプレイヤー。アクロを釣りたい。SG はなんちゃってやつがいるらしいけど。俺はもうそいつにガツンと言ってやりたいよ。ふざけんなと。もう72でしょ。怪しいの発言。ヘイト管理もできない人間。7番。君頑張ってないよ。囲われてやる気出すやつなんか論外だろ。騎士で。当たり前の行動。何？みんなから票、グレイチになるのに、みんなのことをぶったらきまくってるやつなんて、頑張ってないじゃん、このゲームを。うん。じゃあ7番釣りでいいじゃん。うん。狼だったら5番の狂人か狼か知らんけどに、文句言えばいいじゃん。次2番。何の7番が白いの？もう72しか見えません。72の欄で十分です。負ければいいんです、君たちは。早く自爆してください。まったくね。頑張ることの方向性、吐き違えている。6番のようなスーパープレイヤーは、頑張らないんです。あたしろで。頑張ってる奴なんて論外なんです、騎士で。これこそが私が騎士なんです。噛まれるのに、頑張る奴がどこにいるんだって話なんです。あたしろでいて。噛まれないようにするのが超一流の技です。あなたはヘイト管理もできてないんだから、あなた頑張ってないんだから、今日は7釣り。だから自爆しろ、72でしょ？もう5番の狂人さんがなんか変なことやらかしてるのが5番の狼か知らないけど、7が2の相方いるんでしょ？うん、君たちではもう早く自爆しろ、包囲されてる。以上。7番のプレイヤーが発言します。まず騎士から触れると5番さんに関しては新目が高いなと思っていて、理由は位置的な考察を2番さんに落としたのと、6が狼だった時のライン考察を落としていたから、5番さんっていうのはしっかり6を老軸に置いた時の狼を探している点から、うん、新っぽいなと思った。6番さんに関しては考察をしていないよね、ほとんど。6番は考察をしていない。それと、僕が1周目で若干気にかかったことが、5番さんから6番さん白もらって、なんか最初の発言で5秒ぐらい結構沈黙してたと思う、6番さんって。何喋っていいかわかんないような感じを醸し出していた、その、うん、パッション考察だけど、これ。考察も落としていない6番っていうのは結構、僕は6から行ってもいいかなと思ってるぐらいですけどね。この先6が残されて6と発言勝負をして、単純に考察僕が伸ばしても6に勝てるかどうかっていうのが怪しくなってくるよね。パッションで押されると。うん、6が陣外だった時に。だから6は村として6っていうのは落としておきたい。あと6番さんっていうのは5番さんを強靭で、 5番が強靭でみたいな最後言ったじゃん。6番目線だったら5番が強靭に見えたんだろうね、1周目で囲われたからっていう、うん、そういう印象があったんじゃないかな、6番さんって。ちょっとグレーに触れる時間がなくなってしまったんですけど、ちょっとね、それぐらい6に行きたいと思ってる。8番のプレイヤーが発言します。そうだな、今日7番一本釣りでいっかな。正直わからん。5、6の真偽はわからん。5番は俺のことを守ってほしいかな、正直。6番が1番でいいんじゃない。うん、7に関しては興味もあるし、ローメもあるかなって思ってるから、7落としておきたいかな。うん。まあ、俺噛まれたら5番っていうことで、お願いね、裏は。6番のね、72で見る視点っていうのもね、別に悪くはないかなって思った。から、5、6はわからんけど。まあ、その線で行きたいかなって思ってます。うん、あの始まりじゃないから早く終わってくんねえかなと思って。のプレイヤーが発言します。うん、あ、別に2番がした、はい、よろしくお願いします。5番がした騎士は5番さん、別に俺王子陣外だからやったけどやればっていうしか言いようねえから。まあ正直話を聞いて、村だったらあんまりこういうスラして平和を話してほしくないんだけど、でもうつまんねえ平和を話して何やってんだって説教するけど、村だったら受け取りやすいような、
感じはしますけど、俺人間だから別にやりたいようにやればいいんだ。個人個人が発言全然違いますので、うん、だからあなた7人って間違ってないから、多分早く終わると思ったら、早く自爆してって言ってんだよ、まあ、もう面倒くさいから、うん。そうですね、まあ、自分も、まあ、一番さんに、正直託したいなと、思っております。まあ、まあ、八番さん、まあ、占い師さん一人ということで、まあ、白をいただいてますので、自分、村人なんで、まあ、二三、世の中に、一人狼いると思っております。まあ、めんどくせえ、もう、ほんとめんどくせえ、もう、マジでめんどくせえ。そうですね、まあ、一番さん、ちょっと意見聞かせてください。よろしくお願いします。一番のプレイヤーが発言します。自分の意見を述べていいのかな？まあ、意見を述べちゃう。かな。じゃあ意見を述べると、自分も8番さんと同意で7番さん釣りでいいのかなって思ってました。まあ普通に村なら、ここ、狩人残す盤面じゃないのかなって純粋に思ったからです。でですね、占いの、狩人残すからだと思ったからです。まあでもそうするとあれなんだよな。まあでもいいや、今日は7番を釣りましょう、やっぱり。最後終わってくね、で、5番と6番に関しての内訳なんだけど、5番は共鳴はないのかなって純粋に思いました。2番の段階で終わって、まあ、3番に行った時にすぐスライドしたので、もし狂人だったら平和村を作りに行っちゃってるので、マジで利的。うん、狼側すると、側からするとかなり利的なので、まあ5番はって狼なのかなって思ってます。偽ならね。まあめちゃくちゃ白い行動を取ってるじゃんっていう風に、シーンを勝ち取ろうとして、てるかもしれないって感じかな、現状。って感じかな。もし真だった場合、まあ6が、どうなんだろうな。でも6のね、7と2のね、視点を持つのは俺もね、結構8番と同意だったんだよね。俺だけど早く終わってると思って、7、2じゃないかなと思って。でも5番は強人はないのかなぐらい。それしかない。でも俺は真が強化は俺は別だったんだ、ほとんど勝ち目ないんだから、早く終わってくんねえかなと思ってさ。ね、難しいな。終わってほしい。本当は5番をかませたくないんだよ、ね。終わってほしい。俺を、本当は偽を守ってほしいって感じなんだよな。でもとりあえず8番さんは5、8守り、6、1守りって言ってたので、とりあえず狩人さんはそれでお願いします。2番。もうよ、だるいんだけど、この状況で何やれっつうのよっていうぐらいの。どうすれば諦めてくれんの、まあ、?7 かにの相方すれば諦めてくれんなら7に入れるよ、もう。俺諦めてほしいの、もう。負け試合までやる必要ないじゃん。いろいろと思ってる。例えば自爆すればいいのに、最後の1秒まで頑張るっていう狼に、ね、俺も大嫌いなんだよね。こんなんもう自爆してほしいレベルだよ、もう。俺個人的に。次の試合に行きたいのよ、もう。勝率下がってもいいもん。仕事しなきゃいけないなって思って出てきた可能性が十分にある。俺別に3割だ、勝率3割とか2割になっても、だって狼でも人外とか興味があっても負けるからね。2割か3割になっても、ここで釣り切るか普通の人よりも精度の高い占い生産ができるから、別にどうでもいいし。うん、あそこまで考えてやってるから。6割、7割あろうがロボット、コースしかできないやつよ。見れば、まあよくわかる。胸張れるから別にどうでもみんなも勝利する。まあ、ただ7番の、どうで切ろうがどうでもいいしも。力行くっていうのは村じゃないかなと思うから。終わってほしい。村の総意で、その7から行くっていうのは全然ありだと思ってる。7から行って、占いって8番って一番白いと思うところから占っていいと思ってますよ。はい。だからグレイチの、2、3、4か。7つるんだったら2、3、4。できれば俺占って結構、自信あるんで。まあいいや、それは任せます。はい。だから、8が9勝で、1が、大将、5、6が人狼で、9強人ってさ、まあ最悪パターンあるけど、多分グレーに色いると思ってるから、それだったら、かばい合ってるってなったら、やっぱ7が筆頭位置なんで、7がグレーから釣らせたくないっていう意思を持って、騎士から行こうって思ってる可能性あるから、今日は7でいいと思ってる。7が白だったら3、4なんだけど、難しいですね、それはね。全プレイヤーの発言が終了しました。うん、7でいいよ。これから投票に移ります。7でいい。面白そうだから。面白そうだから9番に言う。若者よ。え、クロスさん。簡単に結論を見せろ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。うん、6を死んでおけますか？ねえ、これやってることむちゃくちゃだと思うけどね。6番っていうのは考察を落としていない。5番さんは
6をローで追った時の相方軸、あと2番3を1的な考察で、2番3は白なんじゃないかって考察を落としてた。5と6どっちが新芽が高いですか？僕はこの方が新芽が高いと思ったから6行きたいと言った。うん、行きたいと言って、言ってることに対して疑問を持ったんですか？うん、だったら考察聞いてないなと思ったけどね。うん、決め打ちたいって言ったんだけども、その決め打ち進行を黒いと見るなら、釣られるのは納得がいったけれど。7番がもし無だったら7番を怒らせて、怒らせて、俺に向けて7番を愛しません。で、2番さん最後釣り誘導したね。狼だったらさっさと相方、諦めてくれ。しょうがないじゃん。7が白だったら3、4にいると思って、なんで僕が白前提だろう。運ゲーになってんだから、もう自爆しちゃいな、もう。うん。山さんがめちゃくちゃ黒くなったかなといった印象が、逆にロールをね。疲れんだけども、ここまでやってあげて。強人は4番かなと思ってますね。4か3かな。うん、まあ、4番3って、普通に殴られたところ殴り返してるだけ、2、7でラインをつないだだけ、ただそれだけ。4番さんって殴られたところ殴り返してるだけでいいんだよね。占い師から占われても白しか出ないし。うん、だから結構割と色付けが適当だった4番あたりが強靭かなとは思ってますけど、僕は結構ローで見てる。6人のローだと思ってる。夜が更けました。人狼に気をつけてください。めんどくせえ、マジでめんどくせえ。介護しなきゃいけないの。マジでめんどくせえ、まあ、はい、終わってくれ。もう勝率どうでもいいから早く終わってほしいんだけど、早く諦めてくんない、最後の1秒までっていう。俺も疲れんだけどよ。で負けるっていう、負け試合は諦めるっていう狼がもう理想形だよ。早く次の試合に行きたい。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。うん。まあ、7番さん白だろうなって思ってたけどね。うん。まあ、普通に8シーンじゃないですかね。で、サブ6ローロー、まあ、6が強靭でやってるのかな。センスのかけらがねえわ。1番でも噛んどけよ。何やってんだよ。8、うん、神に言ってんじゃねえよ、もう。ここに守られんのよ。まあ、昨日は8番守ったんで、俺1番勇気がない人ってもうよ。この状況で1枚ね、ぐっちょぼ怒ったら自爆すればいいだけのことだろうよ。1守りしなかったら何やってんだろうってレベルなんだけども。6番視点は9黒か。もう何やって8人での連眼してる余裕なんかないのよ。もうね。1守られたらもう負ければいいだけのことで、そのリスクを取らないで、なんかわけのわかんねえ、レンガなんかしようとしてるっていうところで、もう俺応援する気ねえが、早く自爆しろよ、もうよ。まあ一応3と9の発言聞くけど、どうやって応援すんだよ、もう。めんどくせえし、したりしよう、もうよ。で、8防衛だし。で、神出しなのかどうかわかんないけど、陣海さん俺噛まなかったんだ。うん。まあいいや。8シーンの時はサブ6で、6がシーンの時は8、9っていう感じになってくるのか。うん。まあ、6番さんになんで急に占いで出てきたのか、そこら辺とか聞いてみたいかな。一応聞くけど。いや、6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。うん、私占いだったからね。うん、こういうふうに記事で出た方がね、スイッチから回避できるからね。でちゃんとね、2日目にね、出てくる。それがスーパースターね。9番黒でしたね。色見ました。はい。で、8番さん陣外ですね。はい。おそらくね、神無しをしたところでやっぱ8、9じゃないかなと思うんだよね、これは。神無ししかもう考えられないわ。まあ、すごい、村りを自分が取ってる時に使う狼の戦法ね。うん。そう。そして、大体自分が守られるだろうなって予想してるとき、俺のが著しく新芽がないときに、狼が使う技ですね。典型的な。うん。適当に黒出すと。どこでも出せるわけだからね。俺はね、囲いがあるんじゃないかと思って。で、占いましたよ。9黒、8、9でしたね。危なかったですよ。ほんと村は。これね、神無し。ムラリをすごく取っている占い師の人狼がよく使う手ですね。悪いんですけどね。あのね、もうちゃんともう結果出てますから。どこかに強人がいるから7番でしょ、当然。
7番しかありえませんからね、狂人なんてあんなのは。私の方を狙いに行くなんて。私が、まあ、村のオーラがありましたからね、残念ながら。私はちゃんと5番の騎士も確定させる。優秀な村の新占い師ですね。まあ、8、9、8、9、6、6でしょ。どこかに狂人がいるとは思いますけども、7じゃないかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、3番占って黒でした。あー、どうなんだろうね。7強の3番黒ローなのか、もしくは、2番に関してもよくわかんないかなっていう。2番の俺占ってもらったら、なんか自信があるみたいな言い方してるから。マジで疲れる。うん、俺にすごいあのコインをね、たくさんね、欲しいくらいだよ、君たちのコインを。ここまでね、労力を煩わせて。本当、俺もう何もしなくてもよかったんだけど、もう。2番強人には売ってないか。こんなに5番がもう新規しれって状況で8を神に行くっていう、1を買わないとか5を買わないってもう、減らさない人ってもうね、何考えてんだろうと思うんだけども。狼は感じない。万が一守られたらばっかり考えて、守りに入って曲げるっていう、まあ自爆しても、恥かみの噛めないような、勇気ないならもう自爆して、そんな風に安全に勝とうと思ってるような人間とはもうやれないから。勝負したらいいじゃん。それで終わったらダメだったら自爆すればいいだけ。誰も攻めないよ。恥グッチョブが思って、あ、1か。1グッチョブが思って。誰からもヘイトを向けられてない位置だから、まあね、ここに黒がいるのかなって思って、占ったら黒だったって感じですね。まあ今日は3番さん行ってくださいよ。はい。てかさ、6番視点も7が強靭で落ちてるって思うんだったら3番いけるでしょ。5番ってまだ1番のことも守ってないんで、はい。3黒結果を見ればいいんじゃないですか。以上。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、8番さんが、自分的にもう、真と見てますので、まあ、6番さんが自分に黒出しした時点でも、強靭か人道、まあ、確定しましたので、まあ、今日は、まあ、8番さんが言ってる3番で、はい、間違いないのかな、というのは思いますけど、まあ、その、3番さんのラインですよ、ね、もう、3番さんのライン、まあ、俺が破綻して、俺つって、まあ、聞いて、まあ、考えたいところなんですけど、まあ、自分的には2番、4番。色見える人噛めないっていう、その勇気だよ。勇気がないんだったら、守られたら自爆でいいんだよ、別にもう、こっち目線。まあ、なんか、まあ、いたずらに誰だってやらんで、おね、ビット見てて曲げる方が腹立ってくるから。もう、何やってんだろう、悲しい。自分は3番連れていきます、以上です。1番のプレイヤーが発言します。自分7番強靭に見えないけどね。だって5と6のどっちかにはご主人がいるのに、5と6の方に縄を寄せようとしてる強靭がいるのかなって純粋に思いました。で、6番は、まあ、まあ、100歩譲ってね、下流道でスライドして、5、6でかませないようにしてるんだなって思ったの。もし占い師だったらね。で、なんで最後に6、1白ってして、わざとかませるようにしちゃったのかなっていうのが疑問になりました、自分は。別にそのままだったら5、6かまれなかったかもしれないのに、と思ってるのと、もう俺はもう3億黒で、とりあえず今日は釣りたいなって思ってますね。で、次の日6釣って、2と4最終精査でいいのかなって、個人的には思いましたけど、ってぐらいかな。わかんない。俺は頭が悪いので、この6番さんのした行動がちょっと謎に思っちゃいました。ってなっちゃった。なら狩人でやって、狩人でやったんだから、あ、噛まれないようにしてるのかなって。で、しかも、1が俺にしか白が刺さってないから、まあ、まだわかる。2周目に出なかったみたいな。まあ、それの弁解ならわかるけど、なんでわざわざ確定させ、なんかよくわかんないなって、純粋に疑問に思いました。でもし、6が狼だったら、27あげないかなって思うので。何も考えないんだもん、この3番は。ここで自爆をするとかも何にもしないで、こう発言ターンをわざわざ増やすっていう。
字幕して発言をカットさせるとかっていうことも何もしない。まあ、3まさに無策。もう無策なんだから、もう負け、もうね、何も無策のまんまずっといて、センスの問題で、ここで発言の一周回らせることって、まず時間的にもったいないし、多分深く考察ができてしまうし、っていう点で、タンクロ出た時点で自爆して、8噛めばいいものを何にも考えねえから、こういう風になるんだって。7点で、それはまあ1番の言った通りなんで、便乗になっちゃうんで、まあ1番の言ってる通りだと思ってる。まあ3の要素は上げられないけど、6があのムーブ取る必要って全くなかったと思ってるから、6って2世ですよ。まあただ人狼で取るかなっていうところもあるんで、やっぱり3黒だったら、6強人の4狼もあるかなって感じですね。だから4番視点で、4番っていうのは、あの時点で、騎士2枚出てる状態で、4、7、2っていう状況で、7と2、あのさ、ショートカットして、に対して釣りをされてるから、黒出されて何もがないで、ぼーっとしてると何やってんだろうと思うんだけど。どっから釣りをすか分からないから、それ以外に何なりしろっつう話でさ。だから、その、具体的な要素を上げずに、出してると思ってるかもしれないけど、もう自爆してもいいよ。まあ今日3、まあなんていうかは楽しい。まあ語りは占いっていう一応設定上あるから、めんどくせえよな。もうすぐで降りたいくらい、もう。単純に。なんでこんな奴ら守んなきゃいけないの、もう。約4と2の精査で4と1かまないっていう時点でもうさ、何してんだろうって思うんだけど。もう負けていいんじゃないのかなって思うレベルぐらいで、もう1がもうなんか、もうロックしちゃってるから無理なんじゃないのかなと思う。そもそも6の出方っていうのがおかしいからダメなんだけど、6進ですね、これ。はい。で、8、9、ロー、ロー、2強人だと思います。はい。2番さんっていうのが6番さんをどうしても強人にしたいようで、2番さんこそが強人なんじゃないのかなって僕は思っていますね。で、8、9、ロー、ローだと思います。で、9の発言も聞いて、もう最初からなんかありましたか、うん、いや、もうすらしてもう1、隠させたいぐらいだもん。はいはいはいって。はい、そんなの、まだ信用かれるんですか。僕さ、4番さんのさ、やつ SG1 だから釣りたくないなとか、ローを狙っていきたいっていうのも言っていたし、しかも8番さんっていうのは矛盾していて、最初3を強人で見たって言ったじゃないですか。で、3をローと見て占ったって言ったじゃないですか。昨日の1日だけで。じゃあ7番さんって言ったのは何なんだろうっていう感じかな。投票結果見ます。4番さんに、うん、だよね。8も7に入れてますよね。ね、7をローと思って釣ったんじゃないんですか？強人と思って釣ったんですか？ 8 番さんは。もうその時点でおかしいんです。これに気づけない。投票位置も見ない。それで、はい、333。はい、333。占い師の運が悪かった村だから、はい、333っていうの。盤面だけでね。9と僕比べてどちらが黒いですか？っていうところですね。いいよ、もうこれ釣られても全然いい。はい。9番さん言ってください、村の方は。はい、以上です。4番のプレイヤーが発言します。いや、9番じゃないよ。今はね、3と8の欄。3番さんか8番さんかどっちかに入れるっていう状況ね。私、8番さんに入れます。はい。結論8番さんね。3がね、村人としか見えない、俺は。はい。8、9、ロー、ロー、3、2強人あるかなって思ってる。8、9、ロー、ロー、2強人ね。ヒロちゃんのムーブがね、スーパームーブだっていうのも理解するし、うん。5、1が信用してるか、くれるかどうかは別としても、私は8番さんに入れたいと思ってます。2番がね、俺ね、村かと思ったんだよね。だからなんで俺をずっとね、人外視するのか不思議だったんだけどさ。普通さ、あれだけクロ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 出てたらさ、2も4も村村見るんじゃないかと思ったけど、2は強人だったら納得するよね。ああ、そうか、そういうことか。パンダの場合には黒を打って。俺2はね、完全に村かと思った。一応客観的でも3番の発言によってより、だいぶ溶けてきたわ。うん、理解できてきた、この村の状況はね。村が勝ちたいんだったら8番行ってください。負けたいんだったら3番入れてくださいってことです。はい、お願いします。全プレイヤーの発言もうやる気ねえんだったら自爆してくねえもん、ロンバーだったら。これ誤解してる村だったらすげえけど。もう、曲げよ曲げよ早く。巻きでお願いしますわ、作業だったらもういいでしょ、もうすっけすけのこんなもう。すっけすけのやっばいくらいのもうすっけすけ、もう気持ちいいくらいのすっけすけだったね。なんでこれで迷ってんだろう。3番のプレイヤーが発言します。これ勝てるぞ、4番さんナイスです。
じゃあ、一つずつおかしいって言っていて、僕の黒要素っていうのがまずそもそもないっていうことを証明したくて、7番さんに対して僕は黒を探していきたい。7、2で比べた場合っていうのは、2番さんが僕に対しての意見に好評。でも今考えればただ単に便乗していただけなのかもしれないけど、7番さんに、だから行きたいって言った。黒を見つける過程でね。はい。SG1 の4番さんは釣りたくないって言った。っていう感じです。それで、8、9番さん。で、まあ、9番さんともかくも何も言ってないんだけど、8番さんに関しては、初日、占い師すらだから、僕のことを強靭って置いたわけです。全幅じゃないからね、俺の概念上、すらって書いてないから、俺の概念上は偽だから、ね。思って釣るのではなく、強靭と思って釣るってことになります。わかりますか？全幅と書いてないから、メタ上、はい、俺、理由聞きましたか、後から出たら、3番さん強じゃないかな、3番さんローじゃないかなと思ったら、全幅が真なんだから、ね。占いましたって言ったんです。スラってつけてんだから、ご丁寧につけてから偽だよ。その時点で矛盾も発生しています。8番さんに入れてください。スラと潜伏ってちゃんと使い分けてるから、シノブ。プレイヤーが発言します。多分ほぼほぼね、23ローローの4強、4強人じゃないや、間違えた。23ローローの4の沼だと思っていますね。はい。2番って3、4ローローで追っていた視点を持っているのにもかかわらず、俺に入れている点から、ほぼほぼ2、3だと思っている。うん。あと4番さんに言っとくね。8-3 のランじゃないから、9-3 のランだから、6-8 番強人名もあることから、9-3 のランですね。もう何言ってんのって思っちゃった。まあなあ、わかんねえけどな。わかんないけどね。うん。だってさ、7番ってさ、マジで、村だったらやばいなと思ったんだけど。グレースケール残しといてくれよって感じですね。もう3番いってください。全プレイヤーの発言が終了。私はただの石、私はただの石、私はただの石。一番に色を見られなければ勝てんだけどな。だからここ投票でいいんだよね。猫神で誰釣られても1さえ噛めばどうでもいいっていう展開にして、まさかの、まさかの展開で笑った。あ、もうこれ、五神だよ。色見せないことがテーマだから。五神だよ、もう。9、1守られるからね。多分8グッチョブなんだろうけど。まさかの1グッチョブなら知らんけど、1。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。5番6番のプレイヤーが発言します。あのね、1番さんが沼すぎるわね。8番の言葉を借りれば、4番さんは本当に村を勝利に導く盾役者。8、9、ロロ、うん、8、9、ロロ、もう8、9のつながりが見えるんで、8、9、ロロ、終わりましょう。あのね、もう疲れたわ、本当にもう。危なかった。信じてくれる村人がいて。勝ちましょう。今日は8番さん。はい。あ、占い先については8黒ですよ、8黒。うん。一応3白って言ったのは占ってはいないけど、8と9が黒な以上もう3は白だよってことだけ打ちましたよ。占い先はちゃんと正直な性格なのを言うと8黒ですよ。もちろん8番占ってるからね。うん。3番なんて占ってないからね。8番のプレイヤーが発言します。いやー、まあこれで負けるのは正直ね、納得いかないかな。まあ、4番さんにどう説得すりゃいいのかな。まずさ、2番さんってさ、3番さん、6、8の精査で8の方が新芽があるから、3番さん行こっかな。ほぼほぼ、んなんだっけ、6番から大回目感じないから3、4なんじゃないのって言っていて、4番って3番のことを白い白いって言って、俺に行こうとしたいじゃん。2視点、3、4が見れない視点っておかしいなと思わないの ?4 番さん視点。だから2番
が俺に入れてくること自体が2番の黒要素なんだよ。わかんないかな。どう説明づらいんだろうな、もうマジで。今の6番のさ、どこに新芽感じてんの？本当に。本当に。もう初週からそうなんだ。どこに新芽を感じてるんですかね。確かに1週目の一番最初は3番さん強靭で追ってましたよ。はい。1週目の一番最初に3番さん強靭名で追ったんだけども、2週目で7番が強靭臭い動きをしているから、まあ、ローメイでやっている可能性もあるから7番落としたいって言ったんです。8番悲しくなってくるね。で別に3番さんの、3番さんが白いとは思っていなかったんで、3番さん占っただけです。さあ、行って。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。自分も4番さんに言いたいことがあります。先ほど1日目の投票の時に、3番さん、4番さんナイスって、4番さんに対してナイスっていう言葉を、2番さん、6番さんにはナイスっていう言葉なかったので、4番さんにナイスっていう言葉、ちょっと意味深に思ったんですけど、まあ、それが、この結果、まあ、8番さんが出した2、3、まあ、黒。まあ、6番さんに関しても自分に黒出しをしているので、自分、本当に村人陣営だったんで、もう6番も強靭か人狼ということで、前から思ってたので、まあ、まあ、今回2、3が黒ということで。勝てるかもしんないっていう。まあ、やるよ。俺も冷静考えたら三四郎って絶対おかしいじゃんって、まあ、今ね、人道話しながら適当に。3番さんが、まあ、自分を初心者っていうことで。8黒だったらおかしいじゃんって、冷静に考えて。まあ、自分を利用して、9番が人道ということで言ってるんですけど、まあ4番さん、まあ3番さんに入れましょう。以上です。1番のプレイヤーが発言します。難しいなぁ。じゃあ 6番さん視点どこが強靭なのか教えてほしいかなぐらいかな。わかんない。もう俺は、なんだろう。まあ、俺は、なんだろう、昨日は3級のランだと思ったけど、なんで3、8になっちゃうのかなって、思ってたかな。普通に。だって、6と8どっちかもしかしたら新強かもしれないのに、なんでって思っちゃったのに、臨場して2が入れたようにしか見えないっていうのがなんかわかんない。もう俺はそれを考えちゃってるけどね。わかんない。俺は、じゃあわかった。じゃあ俺は、俺のを信じるけどね。俺はもう入れるところは3か2しか入れないんだけど、それで、これで、黒が、じゃなかったら、あ、こういう6番の占い師の人もいるんだなっていうので、大変貴重な参考になるけど、でも俺は、1周目から、自分の論を唱えてるんだけど、俺は俺で行く。うん、それだけだね。俺は俺で行くんだけど、そう、それで別に村が負けちゃっても俺のせいでいいよ。俺は俺の論で行く。もう一周目から言ってるけど、6番さんがもし狩人で出て、あ、狩人を噛まれないように保護してるのかなと思ったら、最後に上市を提供しちゃってたし、で、グッジョブ起きてるからね。以上です。2番のプレイヤーが発言します。はい。俺視点だったら、6が偽だった場合っていうのは、相方って3がロー、3、6ローでスマートに行くか、かつ3が6が強靭だった場合って、相方って4しかいないんですよ。4しかいないんだよ。だから、4の発言ってめっちゃ重要だったから、初週から、さっきの段階から3、4だって言ってるよ。言ってるけど、4の最後の発言で8に行くってのはおかしいよね。あそこで8に行けるっていう発言をするっていうことが村勘定だと思ったから8に行ってますね。いや、めっちゃ思考ロック良くないっすよ。だから、潜伏の占い師したから、6が偽だって言ってるかもしんないけど、めっちゃ6が死んだから、この場合ね。だからその思考録用ってね、発言で聞いてほしい。だから俺視点に立って物事考えたら、すごくわかると思う。わかる、わかる、わかる。はい。3番のプレイヤーが発言します。もう、
わからないかな。じゃあ、1番さんがちょっと、自分の意見が絶対に正しいと思い込んでるみたいなんで、初心に帰りましょう。はい、投票結果を見てください。6番さんが7番さんを強靭と思う理由はわかるんです。なぜか教えましょう。投票結果1日目見てください。7番さんは4番さんに入れているんです。7番さん、4番さんに入れています。はい。あの時点で7-2 となっていた時に4番さんに入れてる。だから強靭と思うのは普通。だが8番さんっていうのは7番さんのことを強靭と思ってじゃあ投票したんですかって話、昨日も言ったけどね。これだけじゃありません。さらに増えました。8番さんと9番さんともに僕の黒要素を挙げていません。8番さんは僕に黒が出ました。はい、じゃあ黒なので、入れましょうって言いました。白くないと思ったからって言いました。はい、どのあたりがでしょうか。はい、僕っていうのは正しい発言しかしてないと思う。あと2番さんっていうのは、さっきから投票の場所が変わりすぎですよね。はい。僕、それで、言ったんでしょ。で、結局、8番さんが2番さんに黒打った理由を教えましょう。4番さん。4番さん、4番さんに黒打っちゃった場合、4番さんからの票が入ってしまうんです。だから2番さんである、強靭である2番さんに打つことによって、そう見せかけることができる。っていうことですね。4の、票を稼ぐしかないんです。もう、勝ち筋は8、9の。はい、っていう感じです。これでどうですか？はい。これでもまだダメですか？はい。8番さんに入れてください。以上です。4番のプレイヤーが発言します。なんで2番さんって6を死んで起きながら3を疑うの？ 6 死んなら8、9ローローじゃないの？ 2 番さん絶対おかしいこと言ってるんでしょ。俺はっきり言って2番さんに切り替えたいぐらいだけどね。7人いるんだよね。2番さんが強靭だとしても2番さんつっていい気もするけどな。どっちで2にするか8にするかの選択なんだよな。俺、先般でもいいや、はっきり言ってね。うん。どっちかに決め打ちましょう。だけど、3はね、接続切れしながらね、白っぽく言うんだよな、これがまたな。3を信じてしまうような感じがして。説明の得意やな。場面的にもね、3の方が信憑性があるんだよな、これがまたな。説明が得意な人だよ。2に行くか8に行くか、これが問題だけどな。2だったらみんないけんじゃないの？思い切って2番行こうよ、切り替えて。頭の切り替えで2番行こうよ。2番強靭でも人狼でも両方あるでしょ。ダメか？やっぱ8に行こう、8。8番でも負けていいや。8か。全プレイヤーの発言。8か。わマジだよ。こんな価値もあるんだな、もう。ありがたいて、頑張った。ありがとう。もう、敬意を表して、キュッと、最後にキュッするわ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、8番の遺言を発表してください。いやー、マジで、何人がいるんだろうって思いますね。はい。ああね、7番釣っちゃってごめんね。いやだってさ、7番が4番釣りたいって理由がさ、マジで薄いなと思ったの。俺最初に言ったやん、4番ってさ、人外だった場合って、何かしらで役で出てくるって。そういう動きがなかった点、4番って村以外の何者でもないよって。ヒロちゃん、巨人はね、7番に挑発して7番がね、ヒロちゃんを押すようにやってね、怪しくさせるっていうね。ちゃんとね、7番のね、怒りをね、怒らせたってことね、貢献したぜ。ごめんなさい。はい。まあ、そんぐらいですね。残せることはこのぐらい。以上。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、2番のプレイヤーが発言します。まあじゃあ9番入れましょうか。3、6で9ね。9入れましょう。3番のプレイヤーが発言します。これでね、終わってないってことは9ですので、はい、9番さんに入れたら終わりですね。まあ2番さん、あれでしょう、かけてんでしょう。はい、残念ながら、はい、僕が
はい、ランドで9番さんに入れて終わりですね。っていう感じかな。6番さん強靭かな、わかんないけどね。うん。じゃあ急に入れましょうか。そうだな、他になんか言うことあるかな。まあ僕のね、言葉の、なんだろう、あやみたいな感じで勝てたみたいな感じかな。あ、これってどうなんだろう ?6 番さん、いや、どうなんだろうね。もう言う必要ないか。6番さんが、自投票かするのかな、どうなんだろう、わかんないけど。どうする、じゃあ、合わせて9番さんに入れます。勝ちです。4番のプレイヤーが発言します。ごめんけど、9いきます。6番のプレイヤーが発言します。うん、うん。なるほど、9ですよ。うん、8、9、ローでした。うん。ほんと、村メンバー、ありがとう。信じてくれて。うん。まあ、7の強人がね、もうね、ゲスケだったね。あの時の俺をね、釣りを襲うなんてね。789じゃ勝てないから。うん、悪い悪い。うん。村強かった。ありがとう。9番釣りましょう。9番のプレイヤーが発言します。はい、46強人、お疲れ様でした。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。人狼陣営の勝利です。4番やば。やばい。マジで。